ラインライフも第4弾になります。今回の曲は鈴懸の道です。この曲はスイングジャズの名曲で、1957年日本のベニー・グッドマンと言われた鈴木庄司率いるリズムエースの演奏で脚光を浴びました。原曲は1942年に灰田勝彦が歌っていました。なお灰田勝彦の母校でもある立教大学のキャンパス内にはモデルになった鈴懸の道が存在し、記念の歌碑があります。今回は両方のアレンジ演奏に挑戦した橋本バージョンでお送りします。Thank you.